私たち今日も一緒にいます。なんで本当だよね、なんでこんな一緒にいるんだろうって思わない？夫婦だから。いや夫婦でもさ、なんかバラバラに出かけたりしてるよ、結構みんないいんだもんね。え？なんなの？いいじゃん。私たち今日も一緒にいます。楽だもんね、一緒にいてさ。まあそうだけどさ、うん、楽しすぎなんじゃないの？そのさ、今日は一緒にいたくないのに今日も今日も一緒かよと思う日あんの？それは答えらんない。ないでしょ。それは答えらんないでしょ。なんで？どっち？何が？答えらんないよ。ないから。何なの？ねえ、ないでしょ。ないよ。だってもう私がこの日休みなんだよ。何してる？あ、休みだよってなった時さ、うん、何するって感じだもんね。ちょっとあれでしょ。もう照れるのやめなよ。隠すのやめなよ。よくさ、庄司もういいだろうみたいな、ねえ、ミキティのその感じに応えてやれよみたいなさ、言われがちじゃん。なんかもう最近はもはや庄司の方が大好きって言ってたのに、もうミキティの方が好きじゃんみたいな言われて、いや不本意だよ、不本意。不本意っていうか、どっちが好きとかじゃないでしょ。じゃあもうそういう綺麗事言ってんじゃなくて。どっちがどうとかじゃないじゃん。そりゃそうなんだけど、そういうことじゃなくって、うん、本当はさ、もっとさ我慢してんでしょ。もうさ、なんていうの、うん、もう なんだろう、何色か分かんないけど違う色が、ま、混ざってさ、うん、もう一緒の色になっちゃったわけだからさ、うん、これが何色かっていうことでもないわけじゃん。すごいなんかメルヘンな感じで言われちゃってふわっとしちゃってよくわかんないね。でしょ。いやそうだけどさ、なんかもっと普段はさ、なんかちゃんとやってくれるじゃん。でもなんか、いや、まあ、一応回してると思ったらさ、いやマジでさ照れちゃって、何回も言ってるよこの YouTube で。もカメラの前で言う必要ないじゃんっていうことよ。でも言ってもいいじゃんってことじゃん。いや終わるよそれは。何が？一気になんかわわわわってなるよ。本当？わわわわって。本当に。うわって、もう来い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 って思う。うわわって なるでしょ。胃もたれしちゃう？もたれまくりでしょ。もたれまくりまクリスティでしょ。わお。おじさん出ちゃった。おじさん出ちゃったよ。びっくり。渋谷か。渋谷ですよ。あのさ、うん、表参道ヒルズにちょっと行きたいんですけど。はい、かしこまりました。タクシー運転手じゃないんだからさ。行きたいな、私は。表参道ヒルズに。あ、そうなの。大人だね、表参道ヒルズなんて。素敵じゃない。ちょっと買いたいものがあるんですよ。買いたい？買いたいもの？うん。何買いたいの？こないださ、そうそうそう、バレンタインあげたじゃん、私。ケーキ作ってあげたじゃん。で、女子2人ともさ、チョコ固めてさ、あげたじゃん。3人でね。そうそうそう、あ、うん、げたじゃん。作ってくれたわね、ありがとうございました。いえいえいえ、もうちょっとでホワイトデーじゃん。欲しいものあるじゃん。見に行くじゃん。ん？あ、それ見に行くの？そう、表参道ヒルズにジェラートピケが入ってるの。あ、そういうこと？そう、私、寝るときちゃんとパジャマ派じゃん、うん、パジャマ派だね。きっ
しい。うん。だもう買い替えたいじゃん。いや全部ご存知じゃんみたいな言い方してるけど。ご存知じゃん。言っちゃってる。いつも一緒にいるんだもん、ご存知じゃん。うん、まあ確かにね。ビッグじゃん。買ってほしいじゃん。ホワイトデーじゃん。いや、トラちゃんと、うん、そのお返ししなきゃねって言ってたのよ。あ、そうなの。そうそうそう。じゃあそれはそれで別でくれてもいいんだよ。二人で話し合ってそのほら、トラちゃんとね、ジェラートピケ買うっていうのは大変だと思うから。確かにね。うん。いや、行くのね。行くんです。いい。子供のものとかも可愛いね、いっぱい売ってるし。確かにね。そう、あの男性ものもあるし、ね、あ、そう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 。で、あのジェラペケ、ジェラペケだってジェラピケといえばさ、そのほらモコモコのさ可愛いやつもあるけどさ、モコモコじゃないのもいっぱいあるじゃん。あ、しっとり系もあるよね。そう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 。そのほら夏こっから暖かくもなってくるからさ。そう、なるほど。だからちょっと見たいんです。ジェラートピケに行くの。ピケジェラートピケ。イラつくわ、口元イラつくわ。ジェラートピケ。ジェラートピケ、ジェラピケに行きたいです。さあさあ、着きますよ。表参道ヒルズ、はい、近づいてきましたよ。着きますよ。ちょっと何個買ってもらおうかな。そんな何個も買うの？ね。でもその私のも欲しいし、そのみんな子供たちのも可愛いから、なんかいいのあったらいいなと思ってる。ね、ついた。お、ついた。入れる。来ました、はい、表参道ヒルズ、うん、じゃあ行きますか。あ、お、あったあったね。いいところにあるな。いいところにあるね。はいはいはい、はいはい、じゃあ早速ちょっとワンポーズもらっていいですか。ジェラートピケに着きました。恥ずかしいだよね。表参道ヒルズでやるやつじゃないのよ。着きました。あ、かわいい。見て、早速かわいいんだけど。え、かわいい。なに、犬だよ。見て、私このあのね、クマが好きなの。いや、初耳だけど。いや、あのほらクマ好きなのよ。いや、初耳だよ。かわいいじゃん。テディベアとか好きなの。いや、初耳なんだけど。ほら、なんかもうやる気ない感じで可愛いっしょ。ね、こういうちょっと やる気はあるだろうけどな。ふにゃんっていう感じのこの絵の感じが好きなのよ。行こうか。行きましょうか。いや、もうだって入り口からもう可愛いじゃん、ずっと。見て、ルームフレグランスとかあるじゃん。やる、警察犬。警察犬やる。ちょっとテスターとかちょっといい。あ、いい匂い。あ、いい匂い。ちょっと本当に嗅いでみ、いくよ。あ、いい匂い。いい匂いだよね。いい匂い。なんか嫌味のない、こうすごい優しい、うん、優しい。ちょっと洗濯の匂いに近い感じの。強すぎない？ね、いいね。かわいい。匂いめっちゃかわいい。あ、いいわ。あ、もう今顔がすごいいい匂いだもん。じゃあ行きますか。行きましょうか。いや、いいんじゃない。これからちょっと春先になってきたらさ、うん、ちょっとあのモコモコすぎない？モコモコ。あとはもう本当にもう気持ち初夏になってきたらモコモコではない。トゥルトゥル。なんでいいじゃない。このテロテロした感じ。あ、いいね。肌触りがすごいなんかしっとりしてて気持ちいい。あ、え、ちょっと待って、これはね、
もう一個とかじゃないと思う私。奥様、え、テンション上がりすぎですよ。ね、え、可愛くない？ちょっと待ってよ、ホワイトデーだからってさ、買ってもらえるからって。どう、ちょっとこういうさ落ち着いた色がいい？でもボーダー系持ってるよね。ボーダー系好きよ、うん、あ、しかも見てこのちょっとさ太い感じだからさ、うん、本当にリラックスできていいかも、うん、こういう系色もあるし短パンもあるし、あ、いいじゃん。もう逆、すごい素材が気持ちいいよね。気持ちいいで、ケバケバしてないからさ、うん、なんかもうってならないじゃん、うん、ピンクもあるの。いかがかと思えばいちごちゃんもあるの。おー、キャミソールじゃん。キャミソールですよ。キャミソールで、キャミ、ほんと真夏はキャミソールで寝る人もいるし、3点セットみたいな感じ、まあ、キャミソール、いちごで全部揃えるっていうパターンもあるし、このキャミソールとこれを着ての上からこれを羽織るってことじゃない？あー、なるほど。これがそうなってんじゃない？このトルソーが多分。え、ちょっと待って、広すぎて全然終わる気がしないんだけど私。え、こんなのもあるの今、カバンも。トートバッグね。しかも何これ、すごいじゃん。え、どうしよう。これまたちょっと軽い感じだね。ちょっとそういけちゃうんじゃない。あ、な、しっとりテロンとして、うん、これはもうでもルームウェアっていうよりもちょっと外も行けますよっていう。聞いてみたら、あ、いいですか。はい、こちらそうですね、うん、先ほどおっしゃってたみたいに、うん、ワンマイルウェア、ほら出ました、ワンマイルウェア。何ですかそれ。ワンマイルまでちょっと出かけられますみたいな。おで、がっつりお出かけではないですよね。そうですね、その辺の近所に結構さらっと着ていけるような。ああ、なるほど。ちょっといいでしょう、ジェラピケ来ると、うん、お姉さんが可愛い服着てるの。そうだね、確かにね、うん、これもまたテンション上がるよね。みんなこうルームウェア着てるさ、あの私以外見るときないじゃん、あんまり。まあ、そうだね、見られるんです。ここに来たらお姉さんがルームウェア着てる姿見られる。そういう人が殺到されてもね、困るからね。いいじゃないの。あ、こっち、あ、これもこれの色違いか。あ、ここはもうちょっとルームウェアっぽい。あ、そうだね。あ、でももう素材触ってよ。うわ、すごい、テロンテロン、気持ちいいよ。どういうことなのこれ。もうなんかあれだよね、なんていうの、湯葉だ、湯葉。そうそう、私も思ってた。思ってたんかい。思ってた、もう湯葉じゃんと思ってたの。言ってよじゃん。出てこなかった、取らないでよ。あ、ザパジャマ、ザパジャマもありますよ、こう前開きの。これはもう女性、これでもサイズによってはさ、ね、別に男性でもいけるんじゃないですか。こちら男性用のサイズになっております。あ、やっぱりね、同じ柄でお作りがございます。 あるんだ。あ、お揃いもいけるんだ。お揃いもいけますよ、がっつりこう猫ちゃんパターンもあるし。はあ、かわいいね。ねえ、どうする。全然なんかもう見てるだけで買い物が一切進まないっていう。あ、ちょっとね、こういう、これメンズじゃんの。あ、これメンズ、ちょっとソフトクリームな、うん、これはユニセックスアイテム。かわいい。ML サイズと SM サイズ。あ、ちょっと幅広いな。はい、クマさんもいます。かわいいね。はい、とでもこう、これはこれでまたシンプルで。あ、これいいね。いいでしょ、ワッフルタイプの好きな感じでしょ。あ、これ好きだわ俺。でも短パン、これは長ズボンはないんですか。ハーフパンツのみの。あ、でもこれからいいんじゃない、めちゃめちゃいいね、うん、これなんかボコボコしてるから、そうそうそう、ちょっとこうジップ開けたらもう一つ大きめの6個のボコボコが出てくるよみたいな。腹筋のこと。いいかもね。それで選ぶのやめてくんない。でちょっと寒い時期はこう、ね、こうでもいいんでしょ。で私みたいにさ、こう、うん、まあ、中年男性はさ、やだ中年とか言わないで。ネイビーがやっぱいいのよ。いや、いいよね、うんうん、
落ち着いたカラーで。確かに。これで何サイズなんだろうね。これいいね。これはいいね。また、うん、まあでも今回はだってホワイトデーのほら恐竜もあるよ。あー気持ちいいわ。全然すまない。気持ちよくて全部触っていきたいもんね。ほら子供、あベイビー、こうほらよだれかけもあるし、すごいね。もうちょっと、いやもううちこのクマさんのシリーズあるよね。ちょっとね、ほらお豆も切られるよ。お豆もうこれじゃちょっとちっちゃいんじゃない。あちょ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 、これこれこれ、この私この素材も好きなの。このなんていうの、ガーゼっぽい感じ、うん、うん、これちょっとこれ 何素材って言うんだろうね。すいません、あお姉さんこれは何素材って言うんですか。そちらがガーゼの素材になってまして、やっぱりコットン 100% のお素材になってます。これ好き。ちょっとノンストレスだねこれね。フレアみたいになってるよ。いい、かわいいじゃん。そちら一応マタニティウェアになって。そうなの。え、でもいいかも。私なんだったらこのウエストの部分で調節ができるので、あ全然本当にこんな感じですね。あ、だってもうルームエアは緩いに越したことはないから、リラックスできますし、ノンストレスでね。え、私これ欲しいな。ほら可愛くない。ほらどう。でもマタニティいいじゃん、ね、妊婦さん言わなきゃバレないと思わない。ちょっと油断が怖いんですよいやそんなルームウェアで油断とかしないから。いや人って隙間があると埋めたくなる生き物だから犬じゃないんだからさ埋めたくなる。本当、まだ余裕あるなと思って、うん、いけんじゃんみたいな、うん。でも寝るときはさ、ほらこの辺はマタニティだって感じはするけどさ懐かしいね、うん、こうやつね、お腹大きいとね、こうなってね、うん、妊婦のときね、着る服がないっつって号泣したもんね。泣いた。着る服がない。いけると思ったね、買わなくて。でも無理無理、買った方がいいよ。妊婦さんは本当ズボンはもう絶対買った方がいい、うん、どれにする。ちょっとここもマタニティですか。こちらは新作の桜のスペース。綺麗な色だわ。あ、ちょっとセクシー系です。これいいね、でもね、うん、かわいい、華やか。こっちがマタニティだね。そうだね、桜、うん、はぁ、ほんとだ、桜だ。これはいいですね。これも、あ、だからか、私のほら、好きなガーゼタイプ。あ、いいね。どう、うん、ちょっと上が短めでね、うーん、かと思いきややっぱり私の好きなガーゼ。あ、こっちじゃない。あ、そっちいいかもね。もうちょっとこう履いたら、あ、履いたらね、ちょっとこう、うん、見えなくなる感じ。ちょっと長いですよね、うん、ロングパンツとかと合わせてもすごく可愛い。あー、他のね、うん、ちょっと、なんかちょっとでも着てみようよ。でもこういうのとかさ、ちょっと2階からおはよう。いやもう私はズボンにさしてよ。あ、そう、うん、ちょっと試着してみたら。してみたい。ちょっとなんかいろいろ色もそうだし、ね、うん、ちょっと着てみてよ。どれ着る、どれが着てほしいとかある、ね、どれがいや、さっきのこれいいんじゃない。ガーゼ、うん、なんかやろうとしてた。何にもやろうとしてない。ピンクがいい、白がいい、うん、どっちがいい。ちょっとピンクいってみます、うん。じゃあピンク、これとこれだから下に長ズボンバージョンもいる。まずそれこれで着てみる、うんうん、じゃあこれ試着いいですか。どうですか。待ってくださいね。
いい感じ。いい感じ。あら、じゃあそれにしよう。ちょっと見てないじゃん。ねえ、ちょっと適当に言ってんじゃないよ。いや、見えるんだよ。え、どこから覗いてんの？いや、覗いてはないけど、なんかこう。めっちゃ怖いじゃん。あ、なんか似合ってんだ。いや、そうでしょ。そうそうそう。そりゃそうでしょ。じゃあそれにしよう。もう早く帰りたいんじゃない？いやいや、帰りたいわけじゃなくて、うん。あ、ポケットある、これ。あ、いいじゃん。ちょっと何、アイドル時代の私を彷彿させてるよ。ちょっとね、やばいやばい、これは。どうするよ、じゃあ。どうする？ちょっと待ってよ。今、笑ってんじゃん。ちょっと、バカにしてんでしょ。他にはしてないけど、どう？いいよ、行くよ。あら、いいじゃない。可愛くない？ほら、ちょっとなんか、うん、涙って歌い出しそうだもんね。本当だね。そうね、ほら、これもつけちゃうか。じゃそんな自由自在にいいのつけちゃった。あ、いいね。ほら、あ、もう何撮影します？ちょっとほら、買いだ買いだ、これどうですか店員さん。ちょっとね、スタッフどうですか？めっちゃ可愛い。ほら言ってくれた。すごい。ほら、ピンクでも、あの、大人が着てもいいピンク。39歳が来ても全然年齢言って大丈夫でしたっけ。そんなさ、ババア扱いされてないの私。いや、ほんといいね。いや、いいよ、本当に。いや、なんかあの、ピンクすぎず、うん、いい感じ。うん、うん、ここのフリフリもあの、ちょっとブリブリに見えるかなって心配かなと思うけど、そうでもない、意外に。ちょっと全身撮らせてもらっていいですか？いや、動かなくていいです。違うこう、あるじゃない、こう、こういう感じになりましたみたいな。はい、私が回るっていうね。あ、待ってます。あ、いい、あ、いいね。怒られるよ。着心地はめちゃめちゃいい。あの、どこも締め付けない。最高だね、うん、で、色も合ってるし。色も合ってるよね。うん、俺本当にもうこれにしたい。その、あの、早く終わらせるとかじゃなくて、うん、これを買ってあげたい。私2色買ったらいいと思ってるぐらい。大人買い、うん、すごいいいと思う。で、ここ見て、ホワイトデーで大人買い。どうせ来たんだったらさ。ポケットもいいね。ポケットがあるんです。これもいいよね、うん、めちゃめちゃ着やすいよ。素材も気持ちいいし、うんうんうん、あの、暑すぎず、うん、寒すぎず。何言ってるか分かんないでしょ。ダチョウさんみたいになろうとしてる、ね、いや本当に、うん、なんだろう、薄すぎず、分かる、うん、なんかちょうどいいんだよね。そう、うん、いい。これからの季節はもうめちゃめちゃいい素材だし。 いや、いいよいいよ、本当に、うん、いいよね、これね、うん、これ本当に、あの、みんな買った方がいいよ。本当に。ちょ、次、もう一個試着しよっか。どれがいい？定番いく？短パンちゃん。もうさ、うん、長ズボン系でも、ボーダーはなんかもう、それでそれで動くの？もうお姉さんと同じ気分。店員さんと一緒じゃん。お姉さんと同じ気分。どう？なんかもう一個ぐらい。お揃いのやつ。あ、お揃いのやつ。うん。どう？これでなんかこう、じゃあちょっとお揃い感出すんだったらどう、なんかありますか？これで？違う、私はもう。俺が白着るんじゃなくて。これの？違う。ガーゼのないじゃん。じゃなくてさ、ほら、ユニセックスとかさ、あったじゃん。この、これいいわ。本当に2色でいいんじゃない？まあ、ちょっと白、まあそうだね、うん、白がいい？どっちな？まあでも、そこまで強いピンクじゃないから、
でも真っ白の方がよりプライベートではリアルなこと言うと着やすいかもね、うん、ママどうしたのって言われるのだもんね。そうだし、ちょっと喧嘩してる時にいやなんでピンク着てんだよと思うかもしれない確かにね、ずっとはぁはぁとかって言ってんのにすごいピンクでちょっと可愛い感じすぎると。でも似合ってんのは似合ってんの、でいいんじゃない、今回はせっかくだから、うん、ピンクで。じゃあ喧嘩してる時に限ってこれ着るねよりイラつかせようとしてるそう、うわでもこれも可愛いんだよな、このテロテロ系ね。わこれいいじゃん、私はちょっとこれも買ってよ。これピンクにしてあれ白にする。もうこれもうまさに今着てそうだもんね。着てそうでしょ、うん、私もうこれなんだったら今日着たいぐらい、帰ってこれで。ピンクがいい、グレー、あの紺がいいね。いやもう今回はだからホワイトデーだから、うんうん、なんかよりこうラブリーな感じがいいかなって俺は思ってんだよね、うんうん、じゃあピンクね、うん、じゃあこれもこうじゃあこれえ、じゃあ触ってよ、これ吉本興業だよどういうこと頑張ってよ頑張ってよ。いやこれも、いやもうほんと触れば触ってこれいいよ、これの方がいいんじゃない、どう。確かにね、これからの季節と思ったらこう、うん、ああもう気持ちいいもん、もうこの当たってる感じが気持ちいいもん。いいいいいい、え、あ、なるほどね、ちょっと羽織を、うん、じゃあ羽織をね、あのこれこっちにしたらいいんじゃないの、どう。いや、ピンクがいい、ピンクがいい。他でも羽織れる、ほら、どう。ああ、悪くないね、ちょっと落ち着いてる、うん、決めてよ。いや、ピンクがいいかな、羽織も同じ色の方がいいと思う。じゃあ、もうこれはこれで、だ白とピンクでなんかいろいろミックスするならなんかこうありかなと思ったけど、あこれ大変だぜ編集全部うろうろして、うん、じゃあ来ます、じゃあもらいます。時間大丈夫ですか本当すいません、本気の買い物になってるぐらい。じゃあ2着目は中もちょっと取らせてます。なんでもう長くなるから早く。どうですか？早いよ、さすがの早替えでも無理よあ、ちょっと見て。え？違うけど見れないんですけど。見て、これはこれで可愛くない？あ、いいね、うん、すごい出方だねこれはこれで可愛くない？ あ、いいね、上がさっき、ああいいね、うん、すごい、見てあれこれはひどいよやめてよ、これはまずい、やめてよ、急いで着替えてる、はいはいはい、あ、いい、これをこれでいいよね、うんうん、じゃあ上ね、どうですかまだだよ、いくよ、はい、お願いします。おー、いいね、ここのポケット、ちょっと待って、裸足か、どんだけ物入れてんだよ良くない、ほら、あ、いいじゃないの、テロンテロンで、もうテロンテロン、あーすごい、でこれはもうカイリーですね。あ、もう決まり、はい、気持ちいいです、はい、気持ちいい、いいでしょ、うん、ちょっとだからお揃い探そうよ、そうBetter change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. おはよう。おはよう。ママ。おはよう。
ママママちょっと待って何これねえやだちょっと後ろもあーいいねどういいんじゃない、うん、こうピンク似合うんだねピンク似合うね、うん、そう多分このピンクの感じも大人でも似合うピンクを選んでるんだろうなとも思うけど中にいろいろどうするじゃあお揃いの探しますか、はい、このまま探しますじゃあさもうあれじゃないもう私がメンズサイズを着ればいいんじゃない、うん、そしたらお揃いになるんじゃないでもなんかジェラピケってこのボーダーのふわふわのイメージないもう一回言ってジェラピケってこのボーダーのふわふわのイメージない、うん、でこれでいいんじゃないこれいいね気持ちいいし、うん、じゃあこれで私これしよっか私ネイビーでおじさんネイビーがいいんでしょおじさんっていいのふざけんなよ寂しそうな顔してあ、すいませんはい、じゃあ着てみますあ、これはこれであら、あとっても着心地がいいですこれはこれでまたはいうんいいんじゃないやっぱこう少年っぽい感じもうんねあのスポッっていう感じ、うんうん、でもそれがなんか逆にリラックスでいいかもうん、うん、ジェラートピケオムって書いてあるもんねほんとオムかオムでしょホームじゃないあそうですかオムオム男性用ってことですねこれホームじゃないですかオムオムなんだあ出ちゃったえいや何でもないおなら違うよ天然が出ちゃったって言ってるのになんでおならにすんだよでおなら平気でするじゃんはいはいちょっとじゃいや普通に立っててもらっていいんですよ本当、はいなんか物足りないかなと思って。おお、いいですね。はい。はい、ちょっと後ろ、うん、感じも。どう？あ、いいです、いいです。うん、はい。はい、じゃあちょっと着てみたら。わ、はい、かりました。はい。じゃあ出てくるとき取るね。あ、すいません。お願いします。よし。よいしょ。気持ちいいわ。どう？いや早いよ。あ、もうです。オッケー。まだです。いやこの着心地がもうですってことです。気持ちいいよね。気持ちいい。もう離れられないよ。吸い付く。うん。ちょっと早くしてくんない？いい。俺も結構待ったんだよ。どうぞ。あ、いいじゃん。どうですか？いい。スリッパ用意してくれたよ。あ、すいません。いいじゃない。あ、いい、いいよね。うん。マッチョも喜ぶ。いい、あ、いいよね。いいよ。あんまコメント少ないね。いやいいよ。なんかちょっとマッチョだなと思って。いやいや。やっぱり。ね、いい良くない？なんかすごい。いい。ちょっとこの並んがあるよ。並んでみようよ。え？並んで？うん。ちょっとせしめさん。せしめさんっていう名前なの？せしめさんですよね。せしめさん。せしめさん。せしめさん。これちょっとすごい名前ですね。せしめさんってすごい。せしめさんに感動。はい。あ、どう。どうですか？素敵です。なんでせしめさんに言わせてんじゃん。ジェラートピケさんに聞かないと。なんでせしめさんが。いや、なんか、わかんないけど。どうですか？どうですか？す
すごい素敵。ほら、セシメさんと同じ。ちょっと、もうサムネチャンスなんじゃない今。どういう、どう、なんか古臭いアイドルのジャケジャみたいじゃん。サムネチャンスでしょ。いいよ。どうですか本当に。でもやっぱり別のものを男性と女性でこう一緒に着ていただくのすごいおすすめなので、うんうん、あ、そうなんだ。いいよね、ちょっと見てみな。いいよ本当に。あ、いいじゃん、うん、これもう子供用も並べたいぐらい、ね、お揃いでね、うん、あ、いいかもね。いいね。でもこのデザインは子供はないんだもんね。いいよ、お前。ちょっと、こうやっていいよ。いや、つく、めくれちゃってるよ頭。ね、いいね。あ、これじゃあちょっと お揃いで、はい、ね、お願いします、うんうん、いいじゃん。この色、私この色バレンタイン、あのチョコレートだけだったんで。どういう、あげたじゃん。何言ってんの。あげたじゃん。着替えます。ああ、もう忘れちゃったことだよ。着替えます。もう帰ったらお仕置きだな。せしめさん、せしめさんが撮ってくれてるよ。お前が撮れ。ほら、せしめさんに預けて。私はカーテンの近くで立ってるだけ。お前って言ってごめんね。庄司のくせにお前って言うなってね、書かれちゃう。いや、欲しいかなと思って、寂しいかなと思って。ここがね、ホワイトデーギフトになってるわけですよ。本当だ。でもこうやってちゃんと箱に入れてくれるのよ。これはいいね。これはいいよね。そのプレゼントとしてもね、こう渡しやすいよね。あ、これもまた可愛いね。これなんかチェックじゃん。そうだよね、うん、こうボーダーが結構あるけど、はいはい、ね、確かにチェックはチェックで、またかわいいね、うん、爽やか。はー、はい、ハンカチとかもあるし。そっか、ルームウェアまではちょっと上げづらい人とかは、うん、ハンカチとポーチとか。そうだね、上げやすいね、うんうん、こっちの方がね。確かに、そのサイズとかさ、うん、なんかね、 そこまで入り込んだもの上げる人もね、うんうん、会社の人とか。会社の人はこういうのくれないのか。いい、うん、急、いや、いいんじゃない。会社の人もあげやすい感じなんじゃない。そうだよね、ポーチとか。急にこうね、ルームウェア。ちょっともらったら怖いもんね、会社の人。その怖いですよね、会社の人からはね。え、なんでっていう、ね。チョコレート一かけらあげただけなのに。ちょっといろいろ感じるもんね。うん、そう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 。うん、かわいい。確かにね、あ、そういうのでもいいね。ちょっとこう、どういうこと。ハンガー越しですか。なんで出てくんだよ。すぐ近づいちゃう、これかわいいな。これは何なの、ポーチ。これポーチだよ、ほら。しかも口がしっかり開く。ああ、中も分かれてるじゃん。すっごい開く。ティッシュポーチになってまして、裏側にティッシュが入れられる。こっちですか、はい、あ、こっちは、あ、本当だ、出せるんだ、そっから。うん、で、こっちに目薬とかリップとか。あ、いいね。あ、中もほら、ここにもう一個チャックもついてますよ、ほら。いいね。あら、あー、何これ、すっごい、こんなちっちゃいのに。ほんとだ、こんなに分かれてる。開けてみないと分かんないもんだ ね。へー、かわいい。これは喜ばれるかもね。これは嬉しいと思う。もう迷ったらこれ買ってきてほしいな。誰に言ってるんですか。世の中の、うん、あー、ホワイトデーどうしようって言ってる男たち。
女性代表として買ってきてほしいなって言ってましたけど、うんうん、そうそうそう、もうあの迷ったらこういうポーチ、うん、あでもいいかもね、めちゃめちゃいい、ね、だって中がすごいちゃんとできてるんだもん、なんかただのこう袋じゃなくていろいろ分かれてるからすっごい嬉しい、使いやすいね、使いやすい、可愛いし、はい、じゃあもういいですか、私お会計してもらって、あ私がするんですね、ホワイトデーですからね、あそうですね、はい、分かりました、お願いします、はい、以上でいいんですね、はい、やだね、なんかこうお会計に促すあ見てほらかわいい、これはあてて、やばー、これはあてて、やばー、触れるんだよな、ま、綺麗すぎちゃって、なにこれ、こちらラボットっていう、あーあいるよね、ビッグカメラにいたよね、この間あめちゃめちゃ50万ぐらいするんですよね、このロボットね、それの部屋着だ、ジェラトピケからお部屋着を出しています、すげえ、もうペットの域を超えて、もう本当にロボットのペット、ね、もうこのロボットは絶対ここでつまずかないからね見えるかなロボットロボットは絶対ガンしないと思う、やっぱ生身っていいよね、やっぱこうハプニングが起きるからポジティブじゃあちょっとお会計お願いします、はい、お願いします、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあ無事に帰りますか、いいでしょうか、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、すごいこんな2袋になると思ってた、ね、いいじゃん、いやいい買い物したね、いやよかった、お揃いも買えたし、これからの季節もねいいですし、あ、カフェ、あ、カフェもあるんですね、あ、すごいじゃん、すごい人が映ってるカフェかわいい、マグカップとかもすごい置いてるし、かわいいね、おしゃれだね、かわいい、だからこう疲れたら帰りちょっとお茶して帰るができるんですね、かわいい、おしゃれだな、見てよ、何の時間？何の時間？あなたが買ったんでしょう。じゃあちょっと行きますか。いやー、よかったね。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。よし、じゃあ、はい、買い物できました、はい。よかったです。いやいや、本当バレンティンありがとうございました。こちらこそホワイトでありがとうございます。いやいや。よかった。よかったね。うん、じゃあお揃いで来ましょうね。はい。はい、ありがとうございました。面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上、ハローミキティチャンネルでした。